2022年の春に開校予定の県立大学附属高校が中学3年生などを対象に学校体験会を開きました県立大学附属高校は身の回りにある疑問や関心から課題を見つけ出し解決のための調査や研究を行う探究学習をカリキュラムの柱に据えています 探求学習は答えにたどり着けない問題が山積みの社会で、強く求められている力を養う学びの形です。この日は県内の中学3年生と保護者を対象に、入試の基本的な考えを反映したサンプル問題を示したほか、授業の体験を行いました。学校では生徒が予習した内容に基づいて問題を解いたり、 議論を行ったりする反転学習が中心で、参加した中学生は授業で扱う情報端末を操作しながら、実際の授業の雰囲気を味わいました。学校では10月に入試説明会を行う予定です。